みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回の動画では、ギターが弾ける人っぽく見えるコツみたいな、なんかそんな話をさせていただいておりまして、まあ、前回の動画では、グリッサンドの入れ方みたいな、なんかそんな話をさせていただきました。で、今回の動画では、ピッキングについてちょっくらお話をさせていただこうかなと思います。かといっても、その見た目的な話が8割、9割なので、なんかこう重要な、なんかこうヒントというかアイデアが出てくるわけではございません。なんかその辺はあまり期待をせずにご覧くださいませということでございます。ではでは、2つほどポイントがあるのですが、1つ目のポイントとしては、このピッキングの振り幅についてです。このピッキングの振り幅はフレーズによってまあ、ね、いろいろこう変わるわけなんですけれども、この振り幅にメリハリがある方がなんか上手い人っぽく見える気がします。細かくフレーズを弾くときはもちろん小さいんですけれども、なんかパワーコードとかコードストロークとかになったら、もうすごいもう、ね、振り幅がめっちゃ大きくなると。どんなフレーズにおいても、ずっとこのこじんまりピッキングをしたりとかすると、ちょっとなんかこう見た目的にもおとなしい感じに見えちゃいますし、ガシガシ弾きたいときは、ガシガシ弾いても OK なときは、もう本当にもう振り幅を大きくしてやっていってみましょう。例えば、人差し指で6弦の3フレットで、小指で5弦の5フレットを押さえて、G のパワーコードを鳴らすとしますよね。人差し指が6弦の3フレット、小指が5弦の5フレットという感じです。で、右手でこの2本を、まあ、鳴らすとこんな感じの音になるんですけれども、まあ、正解というか、まあ、とりあえずこの2本が鳴っていればいいので、ピッキングとしてはこの2本を弾けばいいわけですよ。でも、こうじゃなくて、もうこの、なんだろう、本当もう、ね、たわしゴシゴシこするぐらいの勢いで、この、大きくピッキングすると。人差し指とか小指とかのこのお腹をうまく使って、1、2、3、4弦をミュートし、で、全部の弦をおらっと弾いていくと。ちょっとこの極端に悪くやると、と弾くよりも、やった方がなんかすごい見た目よく見えませんか。ちっちゃくこじんまりピッキングするんじゃなくて、もうガシガシと、たわしこするかのごとく、大きくピッキングをしていくと。そのピッキングの振り幅と、まあ、目安としては、本当にもうね、座って弾いてたら、この足にこの手が当たるぐらいの勢いで、もうすごいもうでっかく、でっかくピッキングをしていくわけです。で、そのアップに関しては、本当もうギターのボディからこの、ね、ピックがこのはみ出るぐらいまで、もう大きく。大きくしていけるといいななんていう感じでございます。3フレットと5フレットをちょっと押さえてやってみてもらっていいですか。大きく、もう座って弾いてたら足がこう、手と足がぶつかるぐらい。で、本当はもうピックがこのボディからこのはみ出すぐらいの勢いで大きく、大きく。なんていうピッキングをしていくわけです。普通のコードストロークとかに関してもそうですね。例えば G コードとかを押さえたときに、そうね、ちっちゃく。弾くときももちろんあるんですけれども、大きく弾いても大丈夫な場所に関しては、できるだけ大きく。ピッキングをしたほうが、なんかそれっぽく見えるような気がします。で、2つ目のピッキングの、その、上手い人っぽく見えるコツとしては、なんか自分で言うのもはばかられますけれども、上手い人っぽく見えるコツとしては、手首をしっかり使うことっていう感じです。これも極端に悪くやると、その初心者の方にありがちなんですけれども、肩からこうピッキングをしてしまう方って結構多いんですよ。極端に悪くやると、こういうこと。まあ、こういう弾き方もたまにはまあしますけれども、なんかこの手首がガチガチに固まっちゃって、肘も、ね、あの固定されちゃって、肩でオラ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 ってやってると、なんかあんまり。なんか見た目よろしくないですよね。なんか僕がやってるとなんかふざけてるように見えますけれども。でもそうじゃなくて、その手首をこのしっかりと使って弾いていくと。この肘の場所は変わらないけれども、この手首をうまく使うことで、そのピッキングのこのね、大きな幅を実現させているという感じでしょうか。ちょっとこれもやってみていただきたいんですけれども、このピックを持ってこう、なんていうんですか、そのちょっと腕を前に出すじゃないですか。で、手首をこう垂らした状態から、この手首をこの返した状態といいますか、ギター弾いてる、構えてる
場合でしたら、その手の甲が自分、手の甲が見える。で、この手首を返して手のひらが自分に向いていると。もうこのぐらい大きく手首を返せば、結構な幅稼げているんですよ。こんな感じ。なので、肘をまあ仮に固定したとしても、ピックはまあここから、ここの部分から、もうこのぐらいまで動かすことができると。こんな感じで手首の返しをうまく使ったりとかすると、ちょっと上手い人っぽく見えるかなという感じです。逆に手首は固定されてしまって、こうガシガシとやっていると、ちょっと、まあ、そういう弾き方ももちろんありますけれども、なんかこう、うん、なんか手首動かせた方がなんかそれっぽいですよね。ちょっとやってみると、こんな感じ。極端に悪くやると、これを手首使うと、こんな感じでございます。手首をしっかり使って、振り幅を大きくしていくという感じでございます。そんな感じで、ピッキングについてもちょっくらお話をさせていただきました。話をまとめますと、振り幅をできるだけ大きく、もちろん細かいフレーズを弾かなきゃいけないときは、こじんまりでもいいんですけれども、メリハリをつけるという感じですね。ちっちゃいときもあるし、むちゃくちゃ大きいときもあるしと。メリハリをつけると、それっぽく見えます。で、大きくストロークをするときは、肘から、肩から動かすんじゃなくて、手首をうまく使って弾いていくと、まあ、すげえそれっぽく見えるかなという感じです。まあ、手首を使ってストロークするにあたっては、その、ね、音色が良くなるとか、その音のばらつきというか、立ち上がりが良くなるとか、あと、なんかこういう弦が引っ張られるような、なんかこう、ジャンガロ、ジャンゴロ、ジャンゴロみたいな、なんかそういう音がしないとかって、いろいろいいメリットはあるんですけれども、まあ、こう手首を使って練習をしていきましょうということでございます。まあ、この2本の動画でお話しさせていただきましたのは、そのグリッサンドのやり方とピッキングのことって感じです。よかったら参考にして、それっぽく、できる人っぽく見えるギタリストを目指していただけると、これ幸いでございます。そんな感じでまた。違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。